皆さん、こんにちは、レイナです。今日は名古屋の円頓寺商店街に来てます。ここにいろんなレストランとか居酒屋とかいろいろあるので、今日は久しぶりの1万円企画です。はしご酒やります。いろいろ飲んだり食べたりしたいです。1万円で2人でどこまで行けるか見てみましょう。行きましょう。どこ行きましょうかね。1軒目、おなんか光ってるよ。餃子って書いてある。お、中華餃子。タカって書いてあるよ。え、タカって名前だよ。嘘、タカ飯店。あれ、ここ行くしかねえじゃん。タカ、ここで働いてるんでしたっけ。そう、俺オーナー、この店オーナーです。違います、タカと関係ない。お、焼き鳥屋もあるね。あ、これこっちになんかめっちゃ人が外でも座ってて、スペイン食堂って書いてある、ね、スペイン料理はどう。パエリアのすごい匂いするわ。なんかニンニクの匂い。あ、その匂いかも。そう、なになに。いつもここで行ってみたかった。ここ何これ。円頓寺銀座。円頓寺銀座。そうそう、見てここベトナム屋台食堂って書いてある。本当になんか屋台的な。残念、満員でした。もうちょっと探してみよう。やっぱりここにします。あのスペイン食堂に戻ってきました。まずはちょっと飲んで食べて。はい、席着きました。なんかメニューを見るだけでここだけで1万円ぐらい使えそうな、ね、予算オーバー確定です。よし、ワインボトルと1万円。今日は何、10万円企画じゃなかったっけ。で、私はこれスパークリングレープフルーツ。いや、もう予想オーバーする気満々やん。いや、これじゃないよ。ああ、びっくりした。1700円のやついたかと思った。タカがいつもめっちゃ飲み物にお金を使ってるんじゃないの、はいはい、もうどうせならスペインっぽいものを食べたいでしょ。スペインと言ったらタパスだな。そう、タパス、タパスの盛り合わせがある。おお、ちょうどいいじゃん。アヒージョ、アヒージョもめっちゃスペインっぽいでしょ。おいいね、バケットも頼んで。ああ、そうそうそう、飲み物が来ました。生にしました。そう、つまらない人。一番絞りが。はい、乾杯。乾杯。うん、はい、一口で飲もうとしてる。あの、一つのお店でいっぱいバネだよ。してた。え、あ、そうなの。もうない。2杯行きます。の、行かないよ。そんなお金ないよ。1万円しかないよ。そうやん、飲まないで。人の1万円かくの時に人の飲まないで。よし、これ一気しよう。行きます。行きます。の、なんかが好きじゃないよ、絶対に。おう、何の顔。生のがうまい。これの方が美味しい。生最高です。私まだおじさんじゃなかったよ。あ、こっちの方が美味しい。イエス。俺生のが断然美味しいわ。タパス来たよ。これコスパすごくない。すごい。これ850円だよ、税込み。マジマジ超安いじゃん。安すぎない。日本でいうさ、お通しみたいな感じだね。あ、そう、小皿で来てさ。そうそうそう、だからお通しはこれが300とか500円だよ。そうだね。比べて。そうそう、タパス安っ。だから全部うまそう。いただきます。うーん、オリーブから行こうかな。これイタリアっぽいです。イタリアっぽいじゃなくてスペインっぽいです。ここスペイン食堂でございます。もう酔っ払ったかもしれない。ベロベロでございます。今日レナと俺どっちが飲めるか勝負するか。これだったら1万円以上が必要になってくるの。あ、そうそうそう。オリーブめっちゃ美味しい。うまいですか。うん。皆さんはオリーブお好きですか。オリーブ、日本人はそんなに好きじゃないです。タカが好きじゃないだけじゃないの。タカが今オリーブを食べてこういう顔をしたよ。皆さんオリーブが好きかどうかコメントで教えてください。じゃあピクルスもいきます。これ。うん、うん、これなんかなんかのハーブが入っててめっちゃ美味しい。なんか好きじゃないかもしれない。いやいや、俺も好きだよ。これタカが全部好きじゃないかもしれないから。今日多分俺何も食べれずに終わりそうだね。はいはい、もう掴んで離しませんね。恐ろしい人です。うん、恐ろしい人です。うん、恐怖を感じております。うん、辛い。離婚の危機です。うん、めっちゃ美味しい。聞いておりません、この女。うん、うん、それハム？カモ？カモだね。カモのローストだね。めっちゃ美味しそうだもん。はい、すかさず飲んでます。ちなみにこれもめっちゃ美味しそう。これなんだろう、なんだろうね。大根？キャベツ？紫キャベツじゃない？うん、でもなんか思ってた以上に酸っぱくない。これ何？キーシュ？キーシュでしょ。あ、違うね、これキーシュじゃないよ。これがトルティーヤだよ。え、トルティーヤってさ、あのなんかポルトチップスみたいなやつにさ。それがメキシコのトルティーヤ。スペインのトルティーヤがオムレツにジャガイモ。あ、じゃあこれがトルティーヤなの。それがトルティーヤ。ドイツでいうところのキーシュ。ドイツでいうとキーシュだけど、スペインでいうとトルティーヤだよ。うん、レナキーシュ大好きだもんね。レナのママが作るキーシュめっちゃうまいよ。なになになに。レナのママが作るキーシュじゃないよ、レナが作るキーシュだよ。じゃあレナのママが作ってくれるドイツに帰省した時に食べるキーシュめちゃめちゃうまい。これがレナが作ってるキーシュだよ。レナのママ聞いてますか。うわ、今来た。あ、いいじゃん。うーわ、熱々。
エビのアヒージョ、めちゃめちゃこのガーリックの匂いが最高。あとちゃんとしたバゲット、バゲットめっちゃうまそうなんだけど、こんな感じで絶対熱いじゃん。あっち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 です。あっちあっちです。早く食べたい。あっちあっちだよ。そんな熱くないよ、言っても熱かったね。うん、うん、おーガーリックシーム最高。うん、バケットもさ、本格バケットだね。あ、尻尾まで行った？あ、尻尾行くタイプ？え、視聴者の皆さんどうですか？尻尾、俺は行かないタイプだけど。昔聞いたことあるのが、地域によって食べるか食べないか。あ、そうなの？え、俺は食べないわ。なんか最近食べるようになった。視聴者アンケートとろうか、尻尾食べるか食べないか、コメントで教えてください。社長さんがバケットにアヒージョのスープをひたひたに、ニンニクも入ってるから、うん、マジバケットと超合う、うん、ちょっと待ってて、最後だ。なんかおしゃれに見えるね。私おしゃれだよいつもおじさんなのに今日はなんかお姉さんに見えるね。ああそうそうそう、よかったね。その通り。ごちそうさまでした。食べきりましたね。全部美味しかったよ。はい、レナが両方飲みましたね。なわけない、いつも嘘をついてるよ。タカさん、お会計来ました。3179円です。ドンピシャ。次のお店に行きましょう。ということで次のお店に行きましょうか。はい、イエス。あれ、いつの間にか人がすっからかんになってます。そうだね、9時過ぎました。お、9時過ぎたら9時にみんな寝るのかな寝るのかな。レナちなみに左側に、あ、ちょっと右側に左と右ができないよ。あの、あのお酒と関係ないよ。これ遠藤寺だよ。遠藤寺、これが遠藤寺だね。これが遠藤寺だよ。右側だったね。イエス、右側だ。はいはいはい、はい、ということで端っこまで来ました。違います。え、こっちまだ遠藤寺だよ。そうなの。イエス。あ、今さ、ここ歩いてきたのよ。向こうからずっと遠藤寺の商店街。ここが道挟んだ向こう前、おしゃれな方を、あっちは古い方。あ、昔ながらの方。そうそう。あ、じゃああっち行ってみる。イエス。はい、ということで道挟んだもう一個の遠藤寺に入ってきました。新しいのが施設、これ遠藤寺横丁。え、むしろこっちの方が新しいようなモダンじゃんだよね。あれ、レナ社長めちゃくちゃ暗いですよ、大丈夫ですか？でもなんかポツンポツンポツンのおしゃれなお店がめっちゃやってるよ。そう、先月オープンしたお店も今あった。レナ左見て、すごいの見つけた。金シャチです。金シャチは売りとあるよ。いつもここに置いてあるよ。すごっ、金シャチちゃん。お、レナ立ち飲みがある。お酒の神様って書いてある。見て、立ち飲み屋さんめちゃくちゃいい雰囲気出してるね。多分もう終わってる。あ、終わってるわ。終わってますあの、こうカーブがあるけどそこでは終わりだから。あ、じゃあここ端っこ、もう何もなかった。じゃあ今見た中のどっか入りますか。そうだ ね、 うだね。はい、一旦ここにします。オープンしたばかりの立ち飲み屋です。いい、残念です。終わりました。終わってました10時閉店で。10時閉店って言われました。ラストオーダー終わっちゃったって感じ。遠藤寺だから10時ぐらいに閉まっちゃうから皆さん気をつけた方がいいかも。でも9時とかにも閉まってたりするから。そう、9時10時に閉まる店多いから、うん、早めに来た方がいいかも。そうだね。違う店行きましょう。はい、次は日本料理です。日本料理屋さんに入りましたなんか雰囲気めっちゃおしゃれだよ。ちょい飲みセットある、ちょうどいいよちょい飲みしたいの。決まりましたはい、や、はい、お飲み物しました。めっちゃ綺麗な泡だよ。プレモル、乾杯。はあ、うまっ。また飲まれた。何これ。梅酒のソーダ割り。今日は女子っぽい飲み物しか飲んでないよ。俺が親父っぽいもの飲んでるからね。いいんじゃない。親父とお嬢様、お姫様。そうそうそう、かわいい。かわいい、かわいい。褒めとけばビールがもう一杯飲めます。いや、そんなことはない。違う違う、これが来たよ。マジでうまそう。カツオのお通し、カツオのたたきかな、うん、絶対うまいじゃんこの日本料理屋さん。うん、めっちゃ柔らかい、うん、とろける、うん、これこそ日本酒に合うそうだね。醤油のお店と来ました。バイガイのなんとかとキュウリのなんとかとカニ味噌、カニ味噌、え、キュウリのカニ味噌かと、マグロの頬肉となんとか2人、はい、ともちょっと飲んでますので話を聞いてないタカそんなに覚えられませんカニ味噌なんだね。カニ味噌キュウリだって言ったね。食べたことないと思うよ、カニ味噌とキュウリの組み合わせ、うん、で、レノカニ味噌好きだからね。うん、あ、これさすがにビールがいるよ、これ。あ、それ人のあ、うまいですか。イエス、
今もうレナが半分ぐらい飲んだからもう一杯頼んでいい？No. 俺ちょっと不公平なんじゃないこれ。レナから逃げないと俺不公平で死ぬことになるよ。そうだよ、私と結婚してからそうなった。うっとしい顔してんで。誰もかわいそうと思ってないと思う。あ、そうなの。いや、タカだけだよ。刺身くん、これを食べようかな。これなんだろうね。それうなぎの頬肉。うなぎじゃないし。あ、違う。うなぎなわけない。マグロの頬肉。なんで酔っ払ってきた。見てこれでもめっちゃ美味しそうじゃない。これめっちゃ美味しそうだよ、マグロ頬肉。うん、うん、人が醤油をつけるべきだったかもしれない。でしょうね。なんかドイツ人の新しい食べ方なのかなと思って何も言わなかったけど、普通が醤油にわさび溶かして食べるのが日本人流ですよ。食べてから気づいた。でしょうね。めっちゃ美味しいよ。レナさん、店員さんに聞きました。はい。これはサワラのたたきだし。え、醤油つけんの？ドイツ人の食べ方。あ、そうか。これがドイツ人風か。めっちゃ美味しい。クリーミーだよ。マジで。うん。サワラって俺あんま食べたことないかも。いや、私もレナも初じゃない、多分サワラ食べる。サワラは何か分かんない。なんかの魚、あの海に泳いでる、あのヒラヒラしながら進むやつ。それは 100% の魚じゃないの。いや、 50% だよ。海と川があるから。サワラが川魚かもしれないし、俺分かってないから。サワラはどういう魚かコメントで教えてください。皆さんのコメントで成り立ってます。社長さん、社長さん、もう飲み終わりそうでございます。あの、まだ一品来るよ。あ、そうだね。そうだよ。ちなみにタカいつもビール飲むでしょ。飲む。でも普通のはしご酒、おじさんがはしご酒をする、おじさんと言ったら焼酎じゃない。焼酎、ホッピー。あ、ホッピー、私飲んだことないよ。ホッピーって書いてあるもん。飲んでもいいかもね。飲んだことないよ私。でもあれ焼酎を割って飲むからが飲むやからが行列が回ってて。そうなんだ。ビールみたいな、焼酎みたいな。私はあんまり焼酎好きじゃないからね。あ、そうだね。親父なのに焼酎はあんまり好きじゃないわ。そうだよ、まだそこまでだから。もしかしたら、はい、ホッピーも飲めないかもしれない。わかんない、飲んだことないから。恐怖のホッピーになるかもしれない。でもなんかおじさんでしょ。おじさん、自分で言い始めたおじさん。意外と私ホッピー好きかもしれないよ。いいじゃん、いいじゃん。じゃあ、はい、もしこの動画で6000いいね来たら、はい、ホッピーチャレンジすればいいんじゃない。あ、焼酎が飲めないドイツ人はホッピーが飲めるのかどうか。だから焼酎の飲み方とかもいろいろあるでしょ。だから私は今まで飲んだ焼酎は合わなかっただけかもしれない。まあ、ホッピーはめちゃくちゃ好きになるかもしれないし。じゃあということでレナさんビビっておりますが、この動画でもし6000いいねいったら、はい、行くかな。6000いいね、行かないと思いますけど。そうだね、行かないからホッピーチャレンジします。皆さんいいね押した方がいいかもしれない。そうだね。見たいなら。来ました、来ました、来ました。これサンマの塩焼き。これもなんかな、まあ、そうなんです。ザ日本料理だよね。あのあれあれだよ。あの知ってる漫画みたいにさ、尻尾つかんでアンガ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 ンって骨だけ出して。そう、それが問題だよ。これのあの美味しいけど食べ方が未だに分かんない。ドイツ人が苦戦しており、あ、取れたじゃん。ホロホロに取れたじゃん。めっちゃ美味しそうじゃん。ね、美味しそうだね。猛烈に食べ進んでおります。めっちゃ食べやすい、めっちゃ美味しい。ちなみにこれ俺の分もあるよね。一口ぐらいもらってもいいよね。一口ぐらいはある。あ、よかったよかった。とかめっちゃうまく取れるね、ホロホロに、うん、焼き方がうまいかな。そうそうそう、はい、綺麗に食べた、はい、めちゃくちゃ綺麗に食べた。褒めて、褒めて。あの漫画みたいに食べて。そうそうそう。ようやく食べれるようになりましたね。食べれるようになった、日本人になってきましたね。で、タカのビールをいただきます。はい、そう、俺のです。いただきますって言ったよ、はいはい。サンマにはビールだね。ごちそうさまでした。はい、美味しかったです。どんどん ほしご酒じゃないよ、はしご酒、はい、ベロベロでございます、はい、上手になってるよ。ここも3590円だから。お、安かった。残りは3230円です。お、やば。3軒行って3300円ずついくと。お、すごいすごいすごい。ねえねえ、めっちゃ嬉しい。最後パーティーしよう。最後は鷹の餃子。あ、行く。最初にあった鷹ちゃんハンテ行く。そうそうそう、鷹ハンテ行く。俺がオーナーの鷹ちゃんハンテ行く。鷹がオーナーどうぞどうぞ。はい、行きましょう。タカ飯店に来ました。中華です。締めの中華です。締めの中華やね。ビールを飲んだり、あとは餃子を食べたりする。行きますか。感じです。注文しましょう。はい、来ました。生とレモンサワー来ました。おお、生の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 生だ。生の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 生が生だ。はい、めっちゃキンキンじゃん。おいおいおい、おい、一杯目。おいおい、これ喧嘩やな。動画止めて一回喧嘩やな。美味しかった。一番うまいとこ飲まないでくださいよ。はい、乾杯。来ました。かわいいかわいい。
焼き餃子です。ここにタカハンセンって書いてあるわ。これタカの餃子です、はい、めっちゃ美味しそう。パンパンだね、身が。なんかかわいそう。かわいそうじゃない。かわいそう。かわいそう。今食べられるから多分かわいそうだよ。あ、そういうことですか。そうだよ。これ餃子のタレにディップ。うまそう。口の中が大火事になってます。おめでとうございます。熱い。水分めっちゃ入ってるよ。あ、肉汁が、うん、あ、おいしいよこの餃子。餃子はやっぱりビールでしょ。はい、ビールだけどそれ俺のなんよ。うまそうに飲むから許す。だから許すの。許す。よかったね。さすがに許す。え、すかさず2個目いくんですか。 Yes。 でも暑いから。あ、すごい少女。いや、それはレナの一番好きな食べ方だからね。はい、レモンサワーでも何だか仕込んでます。どっちがある？レモンサワーかビールか。ビールかな。もうビールですか。さすがに。さすがに。なんかビール。ちなみに、あ、来ました、中華そば。締めの中華そば。締めのラーメン来たね。これ絶対に美味しいでしょ。うわー、熱そう。熱い。あ、怖い。ちんちこちんじゃん。あ、でも締めとしてめっちゃいいよ。締めのラーメンも分かり始めました。完全に親父なんよ。ドイツ人は締めで何を食べるか分かる？ソーセージ。違う。ケバブ。あ、ケバブね。飲みに行った後とかパーティーした後にケバブを食べに行く。そうなんだ。じゃあ日本のラーメンがドイツのケバブってことか。 おばあちゃん出てきたやん。あ、でもなんかこういう醤油ラーメン的なの最後の締めで食べるのがめっちゃいいよね。さっぱりして。これね、サラリーマンのね、鉄板コースですから。どんどん食うやん。止まりませんやん。うん。あれ、あ、最後の1個壊れた。タカが餃子食べたっけ。餃子1個しか食べてない。いや、よかった。すごい不公平な世界だよね、これ。美味しかったです。はい、でしょうね。ラーメンもほぼなんか食べきりました。美味しかった。ようそんな食べれますね。ごちそうさまでした。遠藤寺で八五酒でした。酒楽しかったです。1万円八五酒、レナが8000円分ぐらい食べて俺が2000円分ぐらい食べました。やかの中野区じゃなくて仲良く仲良く東京都仲良く仲良く食べました。ごちそうさまでした。はい、美味しかったです。ちなみにここは、2700円でした。お、残り531円です。お、余ったね今日。531円で一人でどこかでデザート食べれるぐらいのお金だよ。はい、一人で食べようとしてますこの。じゃあ僕先帰りますので一人でデザート食べて帰ってきてください。ここら辺ではデザート食べれるお店はもう開いてないと思うよ。もう11時だよ。開いてないさすがに。というわけでこの動画はここで終わりにします。ちなみにもう一回言うんですけど、この動画が6000いいねになると次の飲みに行く動画でホッピーチャレンジです。なので皆さんいいねたくさんたくさん押してください。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。